高知競馬、12レースファイナルレース1400です能力偏差値ですが B ランク2等 C ランク4等のレースとなりますこれから偏差値上位馬の適性分析を指数グラフで解説していきます最後に適性を反映した予想印を公開しますそれでは指数グラフへ切り替えます指数グラフの基本的な見方ですが横軸は日付の時系列 右端が今回のレースとなっています。指数は青色の折れ線で表されます。黄色線は連帯目安ラインとなります。この黄色線を上回っていれば高指数と判断できます。それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。8枠12番、メイソン・ジュニアです。能力偏差値はトップで、偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では、前層、3層前。 4層前、5層前に黄色線を上回っています。特に5層前は黄色線を1 5上回る優秀な指数をマークしています。能力的には上位混戦の一等で連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は1400メートルとなります。指数がピークとなっているところを見ていくと、1層前はピンク色の着順が5着で。 紫の丸が1400昨年の8月はピンク色の着順が2着で1400 1400は適距離です展開面を見ていきます先行力分析シートに切り替えて一角侵入予想図によりレース展開予想を解説します右側の一角侵入予想図ですが逃げ馬が1頭います先行タイプがロットをいますこの一角侵入予想図の状況からはミドルペースが予測できます 客室による有利不利は少なそうです指数グラフに戻ってこの馬の客室を見ていきます一角通過順位はオレンジ色の四角で表されます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は4番手からの競馬です昨年の8月は6番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートを見ていきます先行力は43でトップです 上がり指数は31で3位ですまずまずの上がり指数でちょい差しを見せられそうです展開面は若干のプラス評価をしていいです次の馬を解説していきます暫定丸を打っています5枠6番バシレウスです能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります金5層では5層前に黄色線を上回っています特に5層前は 黄色線を10に上回る優秀な指数をマークしています。能力的には、上位根線の一等で、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、5層前は、紫の丸が1600、2月は、紫の丸が1400、1400は守備範囲です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、 5走前は4番手からの競馬です。2月は5番手からの競馬です。中段より前目からのちょい差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は21で12位です。上がり指数は37でトップです。まずまずの上がり指数で、ちょい差しを見せられそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。ババ状態を見ていきます。ババ状態はグレーの丸で表されます。ヨバ,バでは。 指数を落としています明日も両馬バならマイナス評価した方がいいです次の馬を解説していきます暫定黒三角を打っています5枠5番再生成です能力偏差値は3位で偏差値ランクは C ランクとなります金5層では2層前4層前に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です 指数の青線の傾向を見ていきます指数の上下が激しく当てにできないタイプです距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1600 3月は紫の丸が1600昨年の9月は紫の丸が1400 1400は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと 2走前は2番手からの競馬です。3月は花を切っての競馬です。昨年の9月は花を切っての競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は43で2位です。上がり指数は20で12位です。まずまずの先行力で、先行できそうです。展開面は、若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。 6枠7番、リリンガスウォリアーです。能力偏差値は4位で偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では2層前4層前に黄色線を上回っています。能力的には上位混戦の1等で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が16002月は紫の丸が1400 1400は守備範囲です展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2走前は3番手からの競馬です。2月は花を切っての競馬です。逃げ、先行が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は37で5位です。上がり指数は26で9位です。平凡な先行力で先行できないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、 大きくは評価できないです次の馬を解説していきます暫定罰を打っています7枠9番ハイフォースです能力偏差値は5位で偏差値ランクは c ランクとなります金5層では黄色線を上回ったことがありません能力的には上位馬には一歩を取りますが連帯資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1月は 紫の丸が1400昨年の7月は紫の丸が16001400は守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと1月は6番手からの競馬です昨年の7月は5番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は30で6位です上がり指数は30で5位です 戦行力、上がり指数とも平凡で、させないリスクも若干あります。展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。過去1年間の対戦成績を見ていきます。暫定2 0丸を打った12番の対戦成績は、6番に対し、0勝1敗と負け越しています。12番の対戦成績には、リスクがあります。暫定丸を打った6番の対戦成績は、12番に対し、 1> 1勝0と勝とち越していまますす番の対戦成績は高評価できます暫定黒三角を打った5番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定白三角を打った7番の対戦成績は9番に対し0勝2敗と負け越しています7番の対戦成績にはリスクがあります暫定罰を打った9番の対戦成績は7番に対し2勝0敗と勝ち越しています 9番の対戦成績は高評価できます最後にコース特徴と枠順による有利不利を見ていきますコーチのコース形状は1コーナー2コーナーのカーブがきつく3コーナー4コーナーのカーブが緩やかになっています最終コーナーからゴール板までは 200m しかなく直線一気にはなりにくい先行有利のコース形状となっていますコーチの大きな特徴として内らち沿いの砂が厚く 内ラチ沿いを通らされると大きく不利になることです1400の発走地点は最終コーナー引き込み線からとなります1コーナーまでにはそれなりの距離があります枠別の平均パフォーマンスを見ていきます若干内枠不利になりますが1300ほどの大きな不利はありません1300より1コーナーまでの距離が100メートル伸びることにより内枠の馬が内ラチ沿いにすりつぶされる可能性が低くなるからだと思われます 外枠は若干有利ですが誤差の範囲です以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命20丸を打ったのは12番メイソン・ジュニアです能力偏差値はトップの B ランクです対戦成績にリスクはありますが距離と展開と枠順を高評価しました対抗丸を打ったのは6番バシレウスです能力偏差値は 2位の B ランクです。枠順にリスクはありますが、展開と対戦成績を高評価しました。黒三角を打ったのは、5番、再生成です。能力偏差値は、3位の C ランクです。調子にリスクはありますが、展開を高評価しました。白三角を打ったのは、9番、ハイホースです。能力偏差値は、5位の C ランクです。対戦成績を高評価しました。 罰を打ったのは、2番、スステラストラトータです。能力偏差値は6位の C ランクです枠順にリスクはありますが展開と対戦成績を高評価しました以上指数グラフメソッドによる能力適正予想の例を紹介しました指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながります是非 指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです。